こんにちは。手で芸をするコミーです。手芸の合間にポケモン GO、今日からっていうか、この動画がやっている昨日からってことですね。レイドバトルに鳳凰となんだっけ、鳳凰と雷光違うかも、のレイドバトルが出るんですよね。で、私それをやりに行こうと思ったんだけど、これね、時間のタイミングがとても悪くて、始まってね、もう半分以上過ぎた時間で、行ってみたら人はまあまあいたんだけど、こう入ってみたらやっぱりもう皆さん終わっている感じの、あの集団っていうかね、もうこれからやる人はいない感じだったので、まあ一人でやってもなぁと思って、ちょっとここ迷ってるんですよね。どうしよっかなぁみたいな。でもね、もうこのこのレベルじゃ一人じゃやっぱし無理ですよね。だから他のところでやってないかちょっと探そうと思ってまだあのサクッと決められなくてすごい悩んで、出たり入ったり出たり入ったりしたんですけど、やっぱりあの、はい、集まらなかったので、ここは諦めて出ました。で、その後ちょっとしばらくブラブラして探していたんだけど、なかなかね、黒卵が出なかったんですよ。で、寒かったし、でね、今日は卵孵化ばっかりなんだけど、もうそれぐらい歩いてるんですよね。で、もう結構疲れてきちゃって、あーもうダメと思って、今日は断念しました。だから明日というか、この動画を公開してる今日になりますね、どちらかはやりに行きたいというふうに思っています。なんとかなんとかゲットできますように。ということで、本日はお疲れ様でした。